皆さんこんにちは、賃貸の先の中島です。本日私は京都府総楽郡精華町放送の一丁台にございます 2LDK の賃貸アパートにやってまいりました。まずはこの、リビングスペースなんですが、とてもですね広々としております。こちらはですね角部屋ということで、このように窓も2面ございまして、明るい東のお部屋となっております。またお部屋の方はですねオープンキッチンタイプのキッチンとなっておりまして、シンク、調理スペースもしっかりとございますし、上やそして下にも収納スペースがございます。冷蔵庫などを入れるスペースもしっかりとございますのでご安心ください。またこのようにですねリモコン給湯もございますので、お手元で操作がしやすいようになっております。お部屋は南向きということで、暖かい日差しもしっかり入ってくるお部屋なんですが、こちらの部屋は1階ということで、こちら開けていただくとですね広々とした専用のお庭のスペースに出ていただくこともできますので、お布団や衣類などもしっかりと干していただけます。またこのリビングスペースのすぐ隣にはですね、こちらこのように6畳の和室のスペースがございます。こちらもですね南側から暖かい日差しが入ってくるお部屋となるんですが、このように1階だからといって不安だなという方もご安心ください。シャッター窓がございますので、こちら夜にうるさいやお出かけの際などは閉めていただければ防犯面もアップいたします。収納スペースもこのように押し入れタイプの収納が2つございますので、衣類、お布団などもしっかりと収納していただけます。それではその他のお部屋をご紹介したいと思います。まずはこちら玄関スペース、玄関にはこのように下駄箱もございますので靴の収納にも困りません。そして洗面スペースになるんですが、室内洗濯機置き場、独立の洗面台、そして奥には窓のスペースもあるお風呂となっております。日々の疲れをしっかりと癒していただけます。そしてこちらが洋室になるんですが、先にこの扉を開けてお手洗いのご紹介です。では最後、洋室のスペースのご紹介です。こちらもですね大きく窓がございますので明るいお部屋となっております。収納スペースもしっかりとこのようにございますので、衣類、コートなどの収納にも困りません。いかがでしたか？これだけ使い勝手のいい賃貸アパート、気になるのはやはり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸の先のスタッフは皆様のお客様を全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。